番組ではおなじみのマイクパフォーマンス。ちっちゃい。おい、タヌキ。これに対し当時反抗期真っ只中15歳の宮崎は、やだお前よ、最近リアクションやってんな。例えばよ、なんであのエアオカリナみたいな。全然面白くねえんだよ。それとあのクワガタ、何あれ、マジでつまんねえ。もっと面白いことできねえのかよ。キレキレ時代の宮崎でした。